はい。じゃあ、亀岡です。今日はですね。 世界と日本のですね、金融と経済の動きをですね、斜め上から見ていきたいなと思っております。私は常時3000のですね、ニュースをモニタリングしておりますので、そこから皆さんのビジネス、キャリア、そして投資に役立つ情報をですね、フラッシュニュースとしてお届けしていきたいなと思っております。それではまずこちらのニュースからですね、ゴールドマン先生ですね、出ましたね。米国株にはまだ5000億ですね、約55兆円になりますけども、投資資金がね、流入する可能性があるっていうコメントを発表しました。 もちろんれ不確,不確実な情報ですけども、まあ、どういうことかというとですね、今中央銀行、日本もアメリカもそうですけども、どんどんお金をね、ジャブジャブと今すってはね、 え、入れてますよね。ま、MMT 理論に、ま、ま、近いようなことをやっている、いるんですけども、ま、言わないだけでね。え、これによってね、どん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 、ま、高所得者も低所得者もね、働かずにお金をもらえる状況に今なっています。で、そうしたね、お金がどん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 アメリカの場合は特に規模が大きいので、ま、戦後最大と言いますかね、ま、空前絶後ですよね。え、リーマンジの約4倍と、お、マネタリーベースでね、え、言われていますので、もう働かなくても、どん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 ね、失業保険が溜まっていく一方だって、そういった状況の一つ 全員じゃないですよあのそういっった状況になっているとでそうしたお金がね約5兆5000億ドルとあるっていうことなんですよもうやばい数字ですけどね5兆5000億ドルっていうことは理科なんだろうちょっとすぐ計算できないですけども、まあ、そのうちの5000億ドルが、えーねえー、その一部がね、えー、まああのー、まあなんて言いますかね余裕資金として、えー、株式資金としてね、えー、米国株に流れても別にそれはねあのーまあ、なんて言いますかね 仮説としてはね十分成り立つということなんですよね。それが約55兆円、まあ、日本円にしてね、ということになります。まあ非常にね、あの、まあ、現実味はありますよね。えー、何しろ、えー、失業をしていてもお金が入ってきますし、まんべんなくね、どん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 お金がそのばらまかれてますので。 そういった意味ではね、すでにもう富裕層とかね、ホワイトカラーである程度ね、お金に余裕がある人は、もうやることとしたらね、なんかこう家具を買うとかね、なんかおいしいものを食べるとか、買い物に行くとかね、まあ、そういうことになるんですけども、まだやっぱりね、コロナーの影響で外出は控えないといけないと。とあとはね、レジャー施設もね、すべてが。 オープンしてるわけじゃないので、じゃあその間何しようかってなると株式投資とかね、ビットコインっていうこと,ことになるんですよね。まあそういった意味で、まあ株式投資がまあ上がってるっていう側面もありますよね。逆にね、あのそういったことを考えると、今後レジャーシスが開いたりとか、まあね、えー、パブとかね、レストランが開いてくると娯楽が増えますよね。そうなってくると、皆さんはね、えー、まあ余剰、まああの、 過処分時間をね、株式投資に、まあ、今ね、使っていると思うんですが、それが他のところに振り分けられると、お金も振り分けられるとなると、もしかしたら株式投資とかね、そういうところ、ビットコインからお金が引き上げられてくる、もしくはそこに、まあ、時間を集中しなくなる可能性は。 ありますよね。まあそういった意味ではでもね、えー、まだお金がそこに回っていく可能性があるんじゃないかっていうことで、えー、こういったニュースが出ていました。まあこれがね、えー、実際に起こるんであれば、えー、米国株はね、一旦まあ急落をしていますし、まあ過去の法則からいくとね、1ヶ月ぐらい、1ヶ月ぐらいは調整する可能性はあるんですが、まあその後ね、えー、また、えっ、ー、と、上がっていく可能性はあるんじゃないかなと思いますし、仮に上がっていく場合は、これはもうコロナバブルではなくて次のバブルですよね。おそらくバイデンバブルとかっていうことに、 なるんじゃないかなと僕は予測をしています。まあ名前はバブルというのは変えて変わっていくのでね、えー、そういったふうに僕はあの考えてはいます。それからね、えー、日銀なんですけども、今回2ヶ月分にね、えー、ETF 購入を行いますよね。えー、これによって、まあ今回のね、急落の新静化を図ったと同時に、まあカウンターですよね、えー、外国人投資家が、まあ、先物を相当売りけできた、売り仕掛けしてきたので、 ま、カウンターサイドとして、そこに対してね、牽制を行ったってことになります。これ以上、空売りしても、儲からないですよ。もしくは、儲かりにくいですよ。しっかりと監視していますよ。と。日本の市場は、日銀がちゃんとね、いざという時は出て守ってますよってことを、ま、アピールしたに近いですよね。これによって、え、空売りを仕掛けていた外国人投資家はね、日銀が出てこないってことを、ま、想定してなんですけども、出てきてね、大,ぐ、まあ、大きく買ってくるんであれば、早々ね、え、空売りを仕掛けて崩すことは難しいなって。 もしくは、そこにリスクがあるな、というふうに考えますよね。これが拮抗してくると、今度はね、逆に踏み上げて上がっていくということになる可能性があります。もちろんどうなるかわからないんですけども、このタイミングで買うっていうのは、ただですよ、相当ベストな、ベストなタイミングだったんじゃないかなと思いますね。ここで買わなかったら、外国人投資家の次の売り口が始まって、二段下げ、 もしくは三段下げっていう形で、えー、日本株が崩されて、崩されていく可能性が十分あったんです,ですけども、ここでね、えー、日銀が買ったことによってね、えー、非常に、えー、外国人投資家がちょっとね、ビビると。まあ、ガクブルですよね。わかりやすいけど、ガクブルに入ってる可能性が十分あるなと。で、まあ僕はね、えー、ツイッターでこんなコメントをしたんですね。やるじゃん、日銀、みたいなね。えー、まあね、えーえー なんて言いますか日,日産の、ね、CM っぽいですけども、えー、むしろ、ね、これによって外国人投資家の、ねえー、日本株評価が上がりそうなそんな感じがしますよねでやっぱりね、えー、外国人投資家は日銀が、ね、ずっと買いを今休んでることに対して、まあ、疑心暗鬼であると同時に、まあ、これはチャンスだと捉えた可能性もあるんですがカロリのねここであの日銀が買ってきたということに対して意外と何て言いますかね本気なんだなとかね何、えー、て言いますかね 巧みだなっていうふうに考えた可能性があります。普段、これまでの日銀だったら、もうなんて言いますかね、もう、みやむやむやてらに買っていたわけですよね。えー、とにかく、下がれば買う、下がれば買うっていうね、えー、もう、わかりやすくけど外国人投資から,からすればカモですよね。えー、もう、こんなに美味しいカモはいない。もう、世界中探しても、まあ、カモがネギをね、100本、いや、1000本ぐらい背負って、 よちよち歩いてるようなもんですよ。これが、まあ、ね、個人投資家から見れば、見ればですよ。日銀がそうすることがものすごくね、メリットに感じるかもしれないんですけども、世界から見たらこんなアホなことはないわけですよね。これを日銀がやめて、本当に外国人投資家が辛い時にストレートのパンチを入れてくる、もしくはカウンターを打ってくる。これをに、外国人投資家が僕は評価するんじゃないかなと思うんですよね。あ、これは、日銀ちょっとね、あの、今までの、なんて言いますかね、カモ的な動きからね。 ちょっと鋭くなったなと僕だったらそう思いますね、えー、そういった意味では日本株がね、えー、これによって評価される ととといいいいううここもななななくはないんじゃないかか思いままますすね。ね。れどういうふうに考えるかってまた変わってきますよ、ね、常にカオみたいにね、えー、バカみたいに買ってるのがいいと思うのか、いやいや外国人投資が一番困るタイミングで鋭い突きを入れてくるのが本当は一番いいのかっていうふうに考えると、僕はね、後者なんじゃないかなと、僕は思っていますなぜ。なぜなら、今までのやり方が通用しなかったからですよね。今までのやり方が通用しなかったのに、まだやるのかっていうことなんですね。えー、失敗の再現性を繰り返すことほど、 愚かなことがないってことは、もうあの大日本帝国の戦争で分かってるわけですよね。それを繰り返すことほど、まあね今後の先々のね将来が危うくなることはないわけなんですよ。なのでここで変化球を入れてくるってことは非常に僕はね大事なことなんじゃないかなと思います。なぜならダメだったらまた元に戻せばいいわけでしょ。 そんな元に戻すなんてことは正直一日あればできることなのでむしろ変化を起こしていくことの方がエネルギーとかに数はかかるわけですよね。なので僕はこのタイミングでやることは別に悪くはないんじゃないかなと。 思っております。あと僕の個人的な見解ですけどね。ただまあこれをね、ええー、まああの、まあ決断と言いますか、まあトップで行っている、まあ黒田総裁というのが日本にはいるんですけども、まあ黒田総裁はね、まあもちろん物価2%ですよね、インフレを起こすということを、まあ、えー、宿命としてやっておりますが、まあ残りの任期はね、まあ2年、 なんですよねまあ2年を切ってるのかなまあそういった意味ではああのまあ、残り少ない日数の中でまああの日銀とね日本のまあそういった、まあ、金融のね管のことをまああの うまくね、えー、さばいていかないといけないので、まあ、その後のね、えー、じゃあ公認が誰になるのかとか、まあ、これだけ決断がね、えー、できる人がいるのか、もしくは、え、全員の前でしっかりとね、えー、まあ、発言ができる人がいるのかと、発言、スピーチできることもね、非常に大事なので、まあ、このあたりはね、非常に懸念になるんじゃないかなと思っております。もちろんね、黒田総裁のこと嫌いな層もいっぱいいると思うので、別に好き嫌いで言ってるんじゃなくて、まあ、公認が誰かになるかで、また今後のね、日本の株価とか、あとは経済がね、えー、良くなっていくのか、まあ、悪くなっ なっていくのかのま1、あ、つのね。試金石になるんじゃないかな。というところをまあ懸念するということになっております。で、それからね、えー、世界の企業ブランド価値順位ということで、ま首、あ、位がアマゾンだったんですね。まあ、amazon まあ強いですよね。amazon は強い。まあ、確かに僕最近楽天を使い始めてますけども、確かに楽天も使いやすいですよね。 あとは、ま、親切、丁寧。それから、ショップのモールがね、やっぱりみんな、あの、真剣ですよね。あの、ちゃんと選べ抜かれたショップっていう感じがします。品質もちゃんとね、クオリティ保ってますし、口コミに対してね、えー、しっかりといい口コミをね、集めようっていう、そうした、ま、着替えを感じます。アマゾンはね、もう、一時期ね、あの、ま、アマゾン今、秘訣に入って、相当ね、 えーまあ、そこはうまくやったんですけども中国のね悪い、えー、製品が入ってきてまあわかりやすく言うと、まあ、詐欺に近いような製品ですよね、えー、内容が伴ってなかったりとか書かれてるスペック通りじゃないみたいなねまあ YouTube で検索すればいっぱい出てきますけども でそれを中国の人がね、えー、いっぱい口コミを100、100, 200入れるから、騙されちゃうわけなんですよね。まあ、簡単に騙されてしまうということで、一時期ものすごく評判を落としたんですけど,ですけども、まあそれをね、えー、なんとかまああの覆してね、今に至っていて、今はね、返品、基本的にはあのオール受け付けますよね。あこれ 購入金額によって違うのかもしれないんですけども、僕は法人で、会社でね、えー、いろいろ買ってますので、結構相当な額なんですよね。えー、ティッシュペーパーからね、えー、こういったまあ、パソコンから、まあ、何でもアマゾンでね、本でも買ってるので、もしかしたらそれによって変わってくるかもしれないんですけども、少なくとも僕は返品でっていうその手続きをすると、基本的にはもうね、あのー、 大和さんんいに来てて、ねえー、どんなななもものでも、まあ、相当、ね、あの高額な家電じゃない限りは返品を受け付け付くれますよねここはもうものすごく変わったなと思いますし、正直これやられると、他のモール系のね、ショッピング EC サイトは、立ち受きが結構難しいですよね。これどうなんですか、ね、皆さんそうなってるのかなと。僕は、他の人はどういうふうに返品がなってるかわからないんですけども、少なくともね、僕はそうなっていますよね。でね、ここでまあ言いたいのはもう一つありまして、まあ、日本の企業が ね、いよいよトヨタとか、まあ、2社ぐらいしかないとこのね100位以内なんですけどもで中国はやっぱ上がってきてるっていうことなんですけどもやっぱりね、えー、まあ10年20年この失われた20年で、まあ、日本のね国力も下がってますが、まあ、海外に対するね、えー、ブランドの価値も やっぱりね、えー、大きく下がってるんじゃないかなと思っております。まあ、競争力ですよね、えー。国際競争力は下がってると。で、私はね、もちろん,もちろん日本国内でね、えー、切磋琢磨して戦ってますが、一方でね、これからの若いその世代、次の世代っていうのは、世界の中でね、えー、戦っていかないといけないわけなんですよね。なので、やっぱりそういった意味ではね、えー、日本の国際競争力であったりとか、えー、まあブランド力っていうものがね、低下していくっていうのは、 やっぱり非常にまああの危惧すべきことなんじゃないかなと思いますね。まあ昔みたいに日本がね、えー、まあ強いというふうな。 時代はですね、もうとっくで終わっていて、今後はね、一時期、坂谷大使さんかな、えー、10年ぐらい前にね、20年ぐらい前かな、あのー、日本人はね、いずれ、出稼ぎ、出稼ぎに世界にね、出る時代が来るみたいなことを言って、いやいや、そんなことはないでしょう。僕当時20代だったと思うんですけども、まあ笑いながら本を読んだ記憶がありますが、まあ、それがね、現実味を帯びてくる可能性もありますので、私たちがね、えー、まあ、あの、労働者としてね、海外に行くみたいな、実際にね、えー、まあ戦前はそうだったので、まあブラジルに 行ったりとかねアメリカに行ったりとかって日本人がね行くことありましたし、えー、まあそういう風にならないようにね今ちゃんと気を引き締めてね経済そして私たち自身がねしっかり学ぶってことをやっていかないといけないんじゃないかなと思いますまあ、そうした中でねまあ、飲食店ですね3割超が廃業を検討してるってことなんですけども まあ苦しいですよね。えー、飲食店はですね、僕この間六本木に久々に行ったんですよね。まあコロナになってからね、六本木なんかも一年半ぐらい、別に遊びじゃないですよ、仕事なんですけども、えー、行ってなかったんですけども、一年半ぶりにね、行くことがなかったんですけども、行ってみたら、まあ、まあ駅前の書店はないわ、あの、レストランはなくなってるわ、まあパブもないわ。で、六本木ヒルズの中もね、えー、 こやばい感じでしたよね。あもちろん今後また復活していくと思うんですが森さんなのね森グループなのでただまああの周辺かなり変わってましたねこのコロナの影響を一番受けてるのが六本木なんじゃないかなっていうぐらいにひどいあれでした、まあ、夜の街ですしあそこからお金と外国人を取ったら何が残るんだって確かに思いますよね今冷静に考えると、あれ 何が残るの六本木ヒルズぐらいかなというふうに思っちゃうぐらいにまあ一番その影響を受けてるんじゃないですか。あの新宿とかね あの、もちろんね、あの、東京駅とかね、池袋とかだってもちろん影響起きてると思いますが、まあ、六本木ほどじゃないかもしれないですね。ある状況を見る限りね、えー。そういった意味では、えー、今後もね、えー、ますます飲食店のまあ廃業が、まあ、続く可能性があるっていうことなので、まあ、国もなんとかね、えー、まあ、国の部でね、えー、そういった借金をね、えー、まあ、まだ無借金って言いますかね、無利子で、えー、貸し出すっていう施策をやっていくということを発表したばかりですけども、 まあそうは言ってもね、えー、借金は借金なのでね、えー、どっかで、まあ諦めるっていうかね、家族のため、もしくは身内のために決断するっていう、まあオーナー経営者が増えてもね、おかしくないタイミングなんじゃないかなと思っております。今日はこういった形でね、えー、まあ世界と日本の金融と経済のニュースをね、えー、皆さんのビジネス、キャリア、そして投資に役立つような形でお届けしていきましたが、まあ今後もね、えー、週に3、4回こういったね、ニュースをお届けしていきたいなとできれば思っておりますので、今後もよろしくお願いいたします。それでは今日は以上になります。高速で、ゴー